今日は、セミロングからミディアムのちょうど間ぐらいで柔らかいピュアでイノセントな少女っぽいスタイルを作りたいと思います。それではバックから切っていきたいと思います。セクションを耳の高さで2つ分けてからバックを切っていきます。まずは真ん中からブラント気味でいいので少し滑らかに切っていきます。ほぼほぼ水平の位置で切っていきます。毛先の動きを確認して次の上に進んでいきます。左手で髪の厚みを確認しながら髪をきれいに溶かして真ん中から切っていきます。丸みを入れるようにコーミングをしっかり右手でしながら長さを測って切っていきます。サイドは緩やかな前上がりにするため15度から30度のラインで上がっていきます。その時に注意が耳の後ろは15度で緩やか耳から前を30度で角度をつけて切っていきます。まずは耳の後ろ緩やかな15度のラインで上がっていきます。次耳の前ここから角度を上げてレイヤーを顔周りに入れていきます。それでは逆サイドも同様に切っていきます。耳の前を30度で回り込んでしっかりと切っていきます。そして前に持っていって丸みを確認します。顔周りを後ろから回り込んで角を R シェイプをしっかり裏と表からコーミングして下から持っていって前にグッと持っていって角を落とします。バックも同様に R シェイプをグッと持ってきて角を落とします。逆サイドも同様に進めていきます。ここで角を落として丸みを確認します。それでは表面にレイヤーを入れていきたいと思います。バックの後頭部頭を触って丸みが一番出てくるつむじをまたいで真上に引き上げて出てきた角ですね、ここを切ります。それでは後ろから前にレイヤーを入れていきます。頭皮から90度に引き出して必ず角が出てきますのでこれを落とします。そのまま前に進んでいきます。サイドの時は少し前に倒してスライスをそこでレイヤーを角を落としていきます。顔周りも同様に前に倒して角を落としていきます。で終わりです。前髪は分け目をまたいで三角ベースに取ってカットしていきます。深さはつむじよりも3センチ手前3パネル真ん中とライトサイドノーテンションでまずは内側を鼻の下でカットします。そしたらそこから生え際と平行に切っていきライトサイドも同じように回り込んで切っていきます。ウェットカットの終了です。これからドライカットに入っていきたいと思います。それでは鉢の上にドライカットを入れていきたいと思います。先ほど取った縦のスライスよりも鋭角に入れて丸みをつけていきます。毛先がなじまないのでもう一度ニスキでなじませていきます。続いてアンダーセクションの毛量調整に入りたいと思います。先ほど入れた表面のレイヤー丸みに対して下の厚みを適度に取っていきます。これで顔周りの動きとバックの動きのふんわり感をチェックします。続いて前髪の毛量調整に入りたいと思います。上段の方は中間から毛先に毛量調整をかけ下段はスライドで中間から毛先にかけて長さを調整してなじませていきます。仕上がりました。